そしてアメリカンサモアからサモア経由でフィジーに戻ってきてバスに乗ってスバにも行くというね。ATM で 400F 下ろした1月14日に行って1月28日にも戻っていくことになった。このあとインターネットをやりに行った。 13F 暗くなってきたのでまたマクドナルドへ行ってビッグマックセット 8.75F 買って食べた。帰り水を買う 2.6F。 公園では多くの人たちがラグビーをしていた。宿に戻った大きな宿でたくさん客がいた。エッグマクファフィン、この日買ったものは、飛行機のチケットも合わせて 774.45F 56,534.85円。こんな計画もあった。制作は2005年1月11日、ナンディ空港、空港にて、2月3日、ナンディ、ソウル、グアム、ミクロネシアやマーシャルや、パラオ、ソウル、日本への大韓航空のオープンチケットの帰国便の日程が2月下旬に変更できなかった時のためにこんな計画を立ててみた。ソウル・グアム間をマレージでタダで乗れたらよかったが、そんなにまだマイレージが溜まっていなかったのでやめたと。2006年1月12日木曜日、スバで調べたこと、フィジー、タヒチ往復 1463F プラスタックス。フィジーのね、ナンディからバスに乗って南海岸をずっと移動して首都のスバに向かっていきます。セントラルなんとかなんとかとかセールアとかね、ナーモーシーとかいろんな行政区を通り抜けていくんですね。レワっていうところにスバがあります。ちょっと離れたところにトンガに行くときに使った飛行場があります。スバというところにたどり着きます。次の日でございます。フィジーの首都スバでございます。朝ホテルから出てきて街並みを歩きましたね。海も近くって建物もたくさんあるような都会の街並みでございます。まあ南太平洋のいろんな島々を巡ってスバに戻ってくるとですね、やっぱりスバもスバで独特な街並みだなってことがわかるようになります。泊まっていた宿でございます。2006年1月12日木曜日の写真ですね。フィジーの首都スバにいて撮った写真でございます。ちょっとおんぼろいね、このバスがまたたまんないよね。錆びれたまんまこうやって走っていること自体が何といっても美しいね。そして並木道っぽいような木がたくさんある。その右側にはもう海が見えているというね、首都の街並みでございます。これだけか。フィジーの首都スバの様子でございます。たくさん建物が建っていて都会の街並みでございます。まあ治安が悪いって聞いてたんですけどね、まあ何事もなく過ごすことができましたね。港には大きな船なんかも泊まっておりました。海に囲まれた素敵な場所でございましたね。泊まっていた宿でございます。
生きる子供たち。2006年1月11日18時、進化とか。戦士に続き、生きる子供たち。僕らには関係ないことと、僕らに関係していることが空気の中で混ざり、擦れていた。坂を転げ落ちてくドラムと、それを追いかけていく人と、空気の中で混ざり、擦れていた。どこまでも戦後、いつまでも戦後のチルドレン、クレーターのような大地の傷跡の中で、明日を眺めて憎んでもいたような微笑みに、どこまでも戦士に続き生きる子供たち。2006年1月13日金曜日の一期、相部屋の人たちを気遣いながら早起きをして支度を整えた。7時30分頃起きて、壊れかけてしょうがない。携帯を眺めながら1階の食堂へ行き、1.5F でスナック菓子を買って食べた。10時頃宿を出て町へ 8.5円でインターネットをした。そして 8.5 でケンタッキーで食べた。2日間過ごしたスバの町には警察官がたくさんいる。やっぱり治安が悪いのかと思った。今日の予定は、初めはバスに乗り、ビチレブ島北部のバという名の町へ行こうと思った。うまくバスに乗れなくて、南部のシンガとかへバスで向かうことにした。 7.7F でバスに乗った。山を越え、ビーチの脇を通り、いろんな景色を眺めながらバスは走った。吉妻のね、南太平洋旅行、2005年なんだね。12月から出発して、何度か分ね、まとめて紹介します。今回はもうニュージーランド領のね、ニウエっていうところで年明けをしてですね、その続きから紹介します。ニウエっていうところね、ニウエの首都はアロフィでございます。そして空港のあるところまで移動していって、ニウエ国際空港から飛行機に乗って、ここがサモアのね、ファーリオロっていうところにあるファレオロ国際空港でございますね。ニウエが、ニウエが46カ国目、サモアは45カ国目でございますね。そしてまたね、首都のアピアまでね、いろんなちょっと行政区を通り抜けていくわけでございます。で、アピアにたどり着いてからツアーを組んでですね、また、空港の方に行くんですけども、空港を通り過ぎて、アイガイレタイというところにある、ムリファーヌアというところにある、フェリーターミナルに向かうわけですね。で、サレロロガという、サレロロガフェリーターミナルっていうのが、サバイ島にあるんです。サマーの中にあるサバイ島の中にあるんですね。そこからツアーのバスに乗って、まあ、小さいワゴン車みたいなやつに乗ってですね。で、またいろんな行政区があって、そして、サツイアツアっていう、ビーチにあるファレのところに泊まったわけですね。
で次の日一日ツアーして一泊だったと思うんだよな。その日の夕方に港からまた船に乗って、まあ2泊したかもしれないけどね、ちょっと忘れちゃいましたね。でフェリーね、またね、こっちはサバティ島からウポル島に戻って、またいろんな行政区を通っていってアペアの首都に戻っていくと。そして泊まってね、また空港まで行きましてですね、ファレオーロ国際空港、そこから飛行機乗って、トゥツイラ島のところに行くんですけど、ここがですねアメリカン領サモアということで、47カ国目ということにしましょう。ウエスタンディストリクトっていうところに、ターフナという場所があって、そこにパゴパゴ国際空港っていうのがあります。で途中ね、なんかちょっと行政区を通っていくんだけど、まあイースタンディストリックの中に、マオプタシというところがあって、その中にパゴパゴという首都の町があります。まあこの島をね、何泊かしてですね、いろんなところに行ったんですけども、その後にまた空港に戻ってきてですね、で空港からサモアに戻っていく。でサモアの空港でね8時間ぐらい過ごして、すぐに、飛行機に乗り換えてですね、ナンディ、フィジーに戻ってくるわけですね。フィジー43カ国目、ビティレブ島の西岸地域の国際空港のバシューにあるナンディというところね。そこからバスに乗って、いろんなとこ通っていくんですよ。行政区ね。南海岸沿いに進んでいって、西部から中央地域行って、そして、レワというところにスバという首都がありますね。で、首都まで行っていろいろ調べた結果、次行くとこ決まったんですけど、とりあえずバスに乗ってシンガトカまで戻ってきてですね、シンガトカで泊まるというところまで今回の VTR が進んでいくという感じになっております。